はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッド始めていきましょう。1.5周年ですね。10回ガチャ。ん？これは？星に？ああ、ダメだ。S が最高だった。 S スモモが2つですね。でもね、実はこちらが本日の支給品です。支給品がある。うちらには支給品があって2回分できるんだよね。ギフト。ああ。ガチャ。さあ、何を行くか。かわいい。何これ。優勝ガチャなんで、これしかないですよね。2回引いちゃいましょう。ああ、ダメだ。もう1回。星2までか。お、何？あ、S になった。S に化けた。ダメでした。ん？何これ。そっとじ。どうしよう。イベントがあるんだな。そうだ。どっちだ？いや、こっちです。あ、ダメだ。こっちはダメ。イベントストーリーをクリアしてないから解放できないんだよな。結構なんかシリアスらしいけどね。まあ、やっていきましょう。いいです。お前からが一番大きく見える。確かに。当然だろ。おい、タマ！コック帽かぶってかさ増ししたらいい。はい。そんなやつが横で戦ってたら嫌だわ。こんな戦いが続いていくのね。どういう話なんだ？今後のことも考えて戦力を見直さない？ GP もたまったし。じゃあ、ウィンドウショッピングとシャレ込む。しゃあないな。ユッキーも行くよね。みんなが行くんならな。似たようなイベントあったけど、ショップ店員がメインの。あ、違うんか。あれは忍者がショップ店員助けないお話か。これは見てないはずだ。知らない店もまだまだありそう。一緒に回ってたんじゃ日が暮れちまう。手分けして舞台に役立つものを探そうぜ。そうだそうだ。強化強いいね。化。そうしよう。とりあえず雑貨屋を見てみるか。
今一瞬止まってるになったよな。歩かなあかんのが結構不便かもね。ファゴットまで売ってる。誰が買うのかしら。デススラッグ、わしの新薬を試す絶好の機会だったのだが、星は 31A に傾いていました。私たちでは無駄死にしていたでしょう。そうだね。よし桜庭、この薬を遠慮します。休日限定、唐突に野球が始まるアニメ会祭り、それだけ見て楽しいのかよ。メタだ、めちゃくちゃメタだ、名前のメタ。カルシサラダ。何それ。あ、この服かわいい。はい、あん、カレンちゃんもかわいいよ。ん？何？きたー、かわいい。お礼のマリ。いらっしゃったぜ。どうぞ見ていってください。おうおう、これもいいね。こっちもいいね。おすすめは？自信のあるものしか入荷しませんので、すべておすすめです。目利きもすごいんだな。うん、調達の達人でもありますので、それだけで手一杯になりそうなもんだけど。どのショップの店員をするかは曜日ごとに決められてたりするの？どのショップの店員も私です。うん。そんなに人で足りてないの？まあ人類ピンチでやべえ状況ですからね。確かにね。分裂してる。私一人でも平気です。最強。今日はこの店以外は休業なのか。ユッキーたちと別れた意味なかったな。やっていますよ。だってマリーは今ここにいるから他の店は営業できないじゃん。では一度別の店に行ってみやがれ。なんか面白そう。操作性割り込みでも入ってんのかな。だからそれでマリーがたくさんいるっていう。どこにどうやって行くんだ。今度は反対側か。ここね、自動で歩かせるようにしてほしいよな。時間がもったいない。ルカさん、そんなに急いでどうしたの？ちょっとした実験。操作性割り込みが入ってんだよ。で、その割り込みで、彼女が活動できるようになっているという。ん？ここかな。いらっしゃいませ。来た来た来た。ガキ屋さん。本当にいる。さっきと同じ人。もちろん。さつきマリはこの世に私一人だけです。もう一回試していい？どうぞ。かわいい。よし、全速力で走ってやろう。忍者だからな。でネタバレ禁止。前半。これでさすがにいたら驚く。超余裕。いたー。怖い。もちろんそれが私のお仕事ですから。え、なんで？私なんてこんな前半息切らしてるよ。素早く移動することが得意なんです。何、同じ場所へ移動していたはずなのに姿すら見なかった。にんにん。それだけはズルをしています。私だけが通ることを許されている抜け道を使っています。じゃあ同時にお客が現れた時は、さっきの店にユッキーがいたらどうするのさ。ちょうど今がその状況です。お買い求めのものを選んでいてください。うん。ああ、まあさすがにそうはいかない。
持ってきた。え、今の一瞬で何してきたの？接客です。素早く移動することが得意じゃなくて瞬間移動してるよね。不可能です。恐ろしい。そりゃセラフ部隊にも借り出されるよな。身体能力が半端ないもん。むしろそっちに集中させるべきでは。これぐらいの兼業お手の物です。私を舐めないでください。こんちきそうね。そのたまに口調が乱暴になるところも含めて恐ろしい。すみません、男兄弟に囲まれて育ったものでして。しかもセラフ部隊として訓練する時間なんてある？どうなんだろう。はい、今日は休日ですけど午後から命令で、大変だな。働かせすぎ。何かいいのあった？ GP が足らなかった。困る。地道に訓練で鍛えた方がいいかもな。そうなんだよ、マリーはすごい。リスペクトしちゃう。脈絡なく話を始められてもこっちはわけがわからないからな。え？ユッキーも今日ショップに行ってマリーの凄さを体験したんじゃないの？いい気はしたけど普通の接客だったよ。そこがすごいんだよ。どうしてわからないのさ。普通の接客のどこがすごいんだよ。同時に私も別の店で接客受けてたから。すげー。あ、ここですげーっていうのか。そんなん簡単なカラクリや。うちらも戦闘中トランスポートしとるやん。そうやったんや。セラフの力や。基地内でのセラフの使用は禁止されてるだろう。セラフなんて物騒なもん持ってなかったし。そうか。どないな身体能力や。タコとかクローンとかなんか絶対ありそうです。おたまさん、なんでしょう。マリーは一人なんだよ。階段だったんだこの話。なんで階段みたいになってんだよ。でもそれに足るぐらいすごい。本当だったらね。本当だって、私が嘘つかれるはずないじゃん。お前はあるかもしれないだろ。そこは相手の誠実さに委ねろよ。ホログラムとか。私心清いもん。相手が清いことに委ねろよ。もちろんマリーも清いさ。お互い清い者同士で私らが揃えば自分で言うか。この争いはなくなる。キャンサーすらもな。マリー清いとは言ってない。二人でキャンサーの巣窟に行ってこい。死んじゃうじゃん。何、私のこと見捨てるの？ユッキー仲間なのに。お前が言ったんだろ。しかも休みなのに午後から地下探索行くってさ。行ってきたら私たちだけこんなにのんびりしてていいのかな。勝ったはずなのに。勝った。運動ショッピングでリフレッシュできたし。いいね。今は司令官に何かないか聞きに行ってみるか。そうか、これあのメインストーリーの後の話やんか。直ちに司令官室に出頭せよ。恐ろしいタイミングで呼び出しが来たな。嫌な予感がする。急いだ方が良さそうね。うん、行こう。なんだろう。お、来た。休日のところ悪いわね。ちょっと急ぎの任務があるのよ。私らに？31C が探索に向かった池袋地下エリア、うん、危険度の高いキャンサーがいる可能性が浮上したわ。今すぐ向かって敵キャンサーの生息エリアを確定させて。池袋か、今度戦場は。確定だけでいいの？危険なら倒せばいいじゃん。とりあえずは不利な禁物よ。 31C と共闘しても撃破できるかどうかは怪しい。まずはやっぱり今は生息エリアを確定させるだけでいいわ、うん、ちょっとだけでも。何それ。見つけたら戦わず戻ってきなさい。かやもり部隊長には未探索域への行軍を許可します。出撃準備が完了したらすぐに出発しなさい。了解。まあマストじゃないってことだよな。
なんか研究でもやるんかな。聞きましょう。あれ確かマリーが向かってた。大丈夫かな。行きましょう。ヘリで出発です。ヘリっていうかまあブイトール。よーし、気合い入れてまいりますか。31Cの向かったエリアまで突き進むぞ。でかいですね、新宿の地下。ん？なんだよ。ぶっといな。水害を軽減するための放水路だからな。強度は抜群だろうよ。ぶっとい。なるほど、ナイスハッキー。何もしてねえよ、知識だわ。よっしゃ。規律変更大変やな。行きましょう。何かありますよ。ありましょう。うん。どうだろう、間に合うか。メダル？行くぜ。一気に片付けるぞ。風のささめき。勝利とは我が示す道よ。メンバー変えられないんだ。そうだった。空を鳴らせ。残り1匹。オッケーです。まあそんな強くないからね。先アデルハイドを星さんを入れております。これメンバー変えられないんだろうか。もう一人弱いの入れてもいいよな。アデルハイドじゃなくて、ユリッペ。ん？編成はダメか、押せないんだ。今もなんだ SS 何を手に入れたんだ。そうだ、喧嘩売っとるんか。次に何かある。どうする。疲労以外のではない。上に行って中ボスを倒しに行きましょう。やばそうだ。まあ勝てるでしょう。おお、忍者登場。この子がマギーに助けられた忍者ですね。ネタバレ。ネタバレダメ。おお、いいね。かっこいい忍者。残り1体。ござる。早く倒してくれ。OK、倒しました。神崎アデルハイド、かわいい。なんだろう、メダルか。次はここか。
手袋は何製なんだろうな。そこだろ、行きましょう。チェックポイントもあるね。線路幅がすごい広い。ロシアの鉄道かな。OK。すごいな、本当。白虎。に倒したかな。やりました。チェックポイントが先にあって、え、え、どうなってんだ。ここで物語が進んでいくんじゃないの。やめておけるか。ターゲットポイントが出てる。これ以上進むのは危険すぎる。帰還しないを選ぶとどうなんだろう。ああ、スタミナが持つ限りは戦えるんだ。まあでもどうなんだろう。え、DP ってあとな。まあでも帰る方。別にどうでもいいや。物語を進めます。していないけど、そろそろみんな限界だ。今日はもう帰還していいか。そう、わかりました。帰還を認めます。明日も引き続き探索をお願いね。了解。うん、オッケ噂に聞こえた。すごいけどさ、なんかあるんじゃないか。難しいことはわかんない。考えるのはユッキーの係。私の係多すぎねえか。でも結局 31C の人たち見かけなかった。そうだったわね。どこまで深く潜ったのかしら。無事帰還してるよね。まあなんかあったらすぐわかるやろ。だといいけどな。これで1日目終了ですね。全3日のはず。お、アニメーションになった。何？いい天気だな。そうだ、今日のランチは基地の外に出てピクニックみたいにしない？いいですね。おにぎりとか持ち寄って。
訳あるか。キャンサーに襲われるわ。おいタマうわい、ピクニック言うたらサンドイッチやろ。それやったらええ。言い訳あるか。キャンサーに襲われるわって2回も同じツッコミ言わせるな。お、大変そう。私に同情してくれる仲間がいてくれたことに感動して泣きそうだ。いえ、 31C の人たちがなんか揉めてるから。揉めてるよ。なんだこの恥辱は。意味がわからん。どうしたんだろう。 31C が揉めてるってのにユッキー何叫んでんだよ。話を聞いてやろうぜ。そうだな、そうだながいいな。早く行かないと終わっちゃう。何なのか気になって仕方がないのに。野じ馬根性がダダ漏れじゃねえか。諜報員ならクールを装えよ。本当だ。着いた。このまま見捨てろっていうの？え、また？見捨てるなんて言っていません。ちゃんと軍が捜索をしてくれます。どうした？何かあったのか？かやもりさん、探索中にあー文吾かわいい文吾が池袋地下に取り残されているんです。そんな悪いことは起きてたのね。それをこいつは見捨てろっていうのよ。言ってません。今の私たちの戦力で捜索を行うよりセラフ部隊の先輩たちの力に頼った方がいいという判断です、うん、その先輩たちも全く動き出せていないのよ。それは大変だ。私ら 31A も力を貸すよ。あんたらが結構力になるぜ。だってさ、この私がいるんだぜ。私らも戦力に感じてもらうべきだろ。だカヤモリ、お前がいればわかる。頼もしいよ。すげえな。私らいなくてもいいみたいに話が進んでるじゃねえか。私も力になりたい。そう、私メモです。そう。うちもや。なんていうか頼もしいよ。カヤモリ、なんだ、立候補制なのか。志願。私も頑張らなくちゃね。なんていうか頼もしいよ。カヤモリ、待て待て、これで私だけじゃねえか。やるよ、手伝うよ。はぐれたのは夕べの池袋地下探索中だ、うん、なんで私だけ、なんていうか頼もしいよって言ってもらえないんだよ。差別か。食料や水がないこと以上に問題なことがあるんだよ。時間が経つほどそれは死活問題になるはずだろう。さすがにそこはフォローしてやるか。あいつは記憶が更新する。ああ、その問題もあるんだ。知ってたの？うちには腕利きの諜報員がいるもんでな。え、その情報は迷走するよな、文豪。文豪がやめろ。うまくカバーしたつもりでいるんだ。黙ってそれっぽくしてろ。確かに。そうよ。で、どういうことなんだよ。つまりはキャンサーに対する警戒も更新されない。いつまでもキャンサーに襲われた日の頃のままなんだよ。そうなの？その通り。今もあいつは子供のままなのよ。おもちゃのようにセラフを使って攻撃することだけは器用にやってのけますが、だから一人でも向かっていってしまうかもしれない。じっと隠れて救助を待っていられないのでしょうか。その記憶がないかも。そいつはやべえ。早く助けに行かないと。かわいい文吾。所詮わしらは実戦経験も浅い新参者だぞ。そうなの？
それでも仲間？協調の影が見えます。そうなんや。占いなんて信じてる場合？先輩たちの方が適任でござるよ。反転ハイド。だからまだ誰一人として動けないのよ。今もあいつが果敢にキャンサーに挑んでいたらどうする？悠長にしてる場合？それに勝手な行動は軍務上許されていません、うん、お前は助けに行きたいのか行きたくないのかどっちよ？私ですか？なんでそんな選択を？お前に聞いているんだよ。はあ、何黙ってるのよ。それでも仲間か、サツキマリ。待て、それじゃ強要してるよ。そうだそうだ。だったら私だけで行くよ。それだったら負けないでしょ。それもダメだろう。待てってば、危険すぎる。行っちゃったよ。やばすぎだろ。くそ、一枚やがった。追わなきゃ、マリーも。って言った。あたしらも行こう。もちろん。ああ。チーム。説得しきれなかった。ワッキーは行っちまったのか。はい。そいつはやべえな。私らが何とかする。これは 31C の問題です。私が何とかします。そうしないといけないんです。文ちゃんにワッキーまでだぜ。それどころじゃないだろう。大丈夫？ 31C をまとめたいのにうまくまとめられない自分が情けない。部隊長はワッキーだろ、うん、31A の皆さんだって泉さんがまとめてるじゃないですか。確かにユッキーは有能だもん。ついつい甘えちゃうんだよね、うんうんうん、私も必要とされる存在になりたいんです、なのに説得すらできない。だって状況が状況だ。仕方ない。とにかく追おう。私ら池袋地下の探索任務を命じられてるからさ、マリーもこっそり一緒に行こう。司令官にバレたら私がマリーやワッキーをそそのかしたって言うからさ。な、かやもりさん、ありがとうございます。そうよ、私たちも味方、忘れないでほしいものね。朝倉さん、東条さん、ありがとうございます。あ、嫌な予感が。うちらもおるで。やったりましょう。相川さんに国見さん、ありがとうございます。仕方ねえな、付き合うね。というわけで、ワッキーと文ちゃんを私らとマリーで助ける。行くぞ。お願いです。今言いそうだったろ。泉さん、ありがとうございます。はい。なんで私だけ言ってもらえないんだよ、いじめか。皆さん、お願いします。再度地下貯水槽へ。どれだけ深いところまで行ったんだ。相当確か。相当か。間に合えばいいけどな。間に合わせるのが私じゃん。私らも間に合わせてみせるわ。さすがユッキー、頼もしい。本当に無事でいてくれよ、ダンちゃん、バッキー。とりあえずここへ行けばいいんで、次のエリア行きましょう。第2層です。まずはどうすりゃいいんだ。結
構複雑に絡み合ってるな。ここ行ってみるか。全力で挑みます。冷静に行こう。複雑だな。はしご状につながっている。何かありますよ。捕まえに行こう。怖い。とりあえず中ボスを倒しに行く。やるしかねえな。風のささめき勝利とは我らに示す道よ。いいぞ、こういうのはどう？なし。残り1体。倒した倒した。死んだ世界戦線のリーダーをなめない。キボスを倒しました。どうすよう。こっちかな。次はの中ボスの出番です。気をつけなさい。おお、いいですね。スラッシュクロウ。よっこらしょっと、だんだん行きましょう。残り2体か。行こうぜ。攻撃されない。倒した。すごい。ま、あたしにかかればこんなもんよ。役に立つのかしら。メダルか。ほぼメダルなんだな。じゃあここへ行きますか。期待期待しないといけないからな。思った以上に距離がかかる。ありがとうございます。大丈夫。いいですね。頼もしい。迎え撃つぞ。まずは雑魚と戦うってことか。財布は流れ。せい、行くわ。よっ、まだよ。届かぬのは拙者の忍術をお見せするでござる。日を練るでござる。いい攻撃がある。これ一体。一気に行こうぜ。もうぶつかり体当たりに倒したように見える。忍者の力の勝利でござるよ。行こう。対中ボス戦。また怖い。
きしめるでござるよ。結構強力なキャンサーが多いな。準備万端でござるよ。もちろんあのレベル上げてるからこのぐらい敵じゃないんだけど、数多いからな、なんせレベルが低いと苦戦しそうですね。さあどっちへ行こう。あ、こっちだな。こっちへ行ってあの中ボスと戦おう。中ボスと戦う前にあれか、メダルを書こうか。気を引き締めるでござるよ。さあ準備万端でござるよ。いいですね。2体、残り1体になった。やりました。忍者の力の勝利でござるよ。そして上へ行く。P1 はでかいな。でこれであの開ける。シュガー、突っ込むか止まる帰るかですね。これ分岐、大きな分岐点となるか。今日はここまでかな。二人を助けたい、進みたい。おい、ルカ。なんだよ、雪。焦りがあるね。水さえあればもう一日は持つ。今日はもう諦めろってことかよ。そうだよ、これ以上潜るのは危険だ。ユッキーが言ったんじゃないか。文ちゃんは記憶が更新されないから危険だって。先輩の部隊も動き始めている。かけないじゃないか。これだけ広いんだ、熱くなるな。それに山脇が追いついている可能性がある、うん、どうして。だって二人はずっとごっこ遊びを続けてきた仲なんだぞ。私らよりもどこに行くか分かりそうなものだろ。そっか、なるほど、うん。まずは帰還しないを普通に選ぼう。でも帰還しない選んでも結局同じなんですよね。なんで帰還するしかないですね。入ります。よ、かなりもう夜になってますね。
回復した。あの、かやもりさん。お、マリー、心配で眠れないの？はい。イヴァールちゃんも帰ってこないままですから。ブンちゃんと交流できてくれていたならいいんだけどな。他のみんなも絆がバラバラになっている気がして。でも、どうしたらいいのかわからなくて。そういう時は、膝を突き合わせてとことん話すしかないな。その、私、部隊長でもないんで、そこまでのことを強制もできなくて。部隊長はいないよね、そういや。なんと私は部隊長なのだよ。一緒に行ってやる。それでいいだろ。ありがとうございます。いろいろあるな。とりあえずこの誰だ？よう天然じゃん。天然ではないわ。天然だ。魔術師か。でかいな。部隊長のワッキーがいないからこそこうしてマリーが動いてんだよ。そんなこともわからないでロリキャラやってんのかよ。ロリに見えるのは貴様の主観だ。わしは平均的でいるつもりだ。やべえ、火に霜降り肉を注いじまった。おいしい肉が焼けるだけだろ、うん、聞いてください、ニコちゃん。なんだ。31C は今ピンチなんです。これからもずっと私たちは仲間として戦っていかなければならないんです。今力を合わせなかったら 31C はなくなります。だから無謀が過ぎる。ならん。仲間が欠けたチームは実験体にされるらしいよ。は？何のだ？キャンサーは人間のどこを食べて何を糧に進化するのか。なんだその恐ろしい話は。私 31A の部隊長だから司令官に特別に教えてもらったんだ。嘘だ。崩壊したセラフ部隊の末路を。そんな。それに短い間でしたが私たちは共に戦った仲間じゃないですか。シキはイヴァールちゃんの代わりはこの私がこなしてみせます。やれやれ、わしの力が必要ということか。はい、私は必要としています、ミコちゃんの力を。であれば仕方がないの。ありがとうございます。あと二人だな。はい。メイン通りにいるんだ、残り2人は。こうなってんだ。こっちか？ん？粗末にしたくない。
の2に忍者なら聞いてくれるだろう。それは拙者のことでござるか。うん、不思議な異名でござるな。それにさつき殿も。さては、もちろん山脇殿と文吾殿のことでござるな。はい、今こそ 3-1-C は一つになるとき、一緒に助けに行ってくれませんか。なりたくても部隊長がいなくては一つになれないでござるよ。僭越ながらこの私が代わりを務めます。お、母さん、こうしてフラッと私らがやってきたように見えるだろう、うん、違うでござるか。基地の中を這いずり回ってようやく見つけ出したんだよなあ、マリー。じゃあさ、はい、せろ。膝が笑ってます。月殿が。さすが忍者、アーサンのその忍術があれば百人力。確かに。協力してくれますか。アーデルちゃんの力が必要なんです。拙者、探し物を得意とはしていないでござるが。頑張れ。逆の発想だよ。忍者って隠れたりするの得意だろ。ならどこに隠れているのかわかるはず。うんうん、そうですね。きっとイバールちゃんは文ちゃんに追いついてどこかに身を潜めてるはずですから。なるほど、任せるでござる。拙者が山脇殿と文吾殿を見つけてみせるでござるよ、はい、アデルハイドちゃん。さあ残り一人です。残すは一人だな。はい。ん？部屋から瞑想すな。自分はロッカー、うちが最近かや。住み分けせ。いや、ワッキーや文ちゃんの居所が浮かんでこないかなと思って。それができたらうちができてるわ。うちができてない時点で自分にできるか。住み分けせ。はいはいっと。行きましょう。占い師ですね。よう、さくちゃん。それは私のことでしょうか。そうだよ、さくろく。もちのロンの運。滑ったみたいになってる。まあ、滑ったんだけど。最後に運とうなずくのであれば、持ちのローンはいらないと思いますよ。そうそう、そういうのが欲しかったんだ。いつもは泉さんがそういう役回りですもんね。ユッキーの存在って実は偉大だったんだな。私の元を訪れたということは占いですね。いえ、聞いてください、セイラちゃん。あのままイバールちゃんまで帰ってきていません。今こそ 3-1-C は力を合わせて2人を探すべきです。では占いで決めましょう。やはり行き着く先は占いなんだね。暗い、なんてる不吉な影。あんま行きたくなさそう。そんな、私が立ってるからじゃない。こっちに立ってみよう。キツな影が不意に消えた。ってことはこれお前じゃないか。これは助けられるかもしれません。行きましょう。私のさじ加減一つで吉兆になったみたい。なんでそうなんだろう。ありがとうございます、かやまりさん。ダグかな、なんかの。これで全員集まったな。すべてカヤモリさんのおかげです。ありがとうございます。そんなことないよ、うん、マリーが必死だったからだよ。いえ、私一人ではみんなを説得することは不可能でした。
本当に本当にはすべて無事に済んでからに取っておいてくれ。はい。お、ユッキー、夜更かしだね。家系ラーメンでも食いに行く？さっき食ったばっかだわ。どれだけ寝る寸前にカロリー取らせるんだよ、はい、そんなカロリー簡単に消費するぐらい訓練でしごかれてるような気がするけど、まあ特にお腹は空いてないし寝るか。翌朝から先輩の部隊が救助に出るそうだ。ほう、耳寄りな情報だね。それでも行くか？もちろん行く、うん、だって大切な仲間じゃん。お前らしいな。いいね。分かったよ。関係。とことんまで付き合うよ。さすがユッキー。本当だ。これで2日目クリアしたところまでで終わりにするかな。なんだ？待って、今揺れなかった？ヘリ降りた直後やからそう思ったやろ。いや、揺れたよ。少し余震が続いています。地震なんだ。ここに来て地震とはあまりに不吉。すごく危険でござるよ。 31C だけで行きましょう。え？仕方あるまい。やあ。やあ。勝手に決めるなよ。行くよな、31Aも。しっかりしてくれ。つうことだ。ありがとうございます。絶対、今日こそ見つけ出す。と言いたいとこですが、ここまでですね。はい、一旦終わりにしたいと思います。解放できない。ではよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッター、ツイッター、旧ツイッターかございます。フォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。